はい。えー、また投げかわしい事件が起きてしまいました。市の職員が女子中学生のスカート内を盗撮ということで、一週間前にも似たようなことをしているそうです。えー、記事によりますと、ある商業施設で市の職員が小笠原徹容疑者49歳だったんですけども、えー、奥さんにスカートの中を見せてくれと頼んだら断られて、仕方がないので近所の中学生をつけていたということでございます。まあ、この小笠原容疑者は 小型カメラを忍ばせ、女子中学生15歳のスカート内を盗撮した迷惑防止条例違反の疑いということなんですけども、盗撮された女子,高女子中学生も、いやん、恥ずかしい、マイッチングと言っていたそうです。まあそんな呑気な話題ではないんですけどもね。まあとにかく、市の職員、そして教職員、まあこういった方々による、まあなんかね、うるわかき乙女の下着を覗く行為が頻発してますんで、そういう方はぜひね、えー、市の条例で定められた、まあ、 イメクラあー、いわゆるイメージクラブなどに行って解消していただきたいかと思います。お疲れ様です。